今回はこちらの方、ヤマケンさんです。お願いします。よろしくお願いします。さあ今日は、はいはい、ポルシェ964RSNGT っていうんですか、これ、はいはい、これはいいわ。これ何年式92年ですね。1992年。この RS は、うん、とんでもなく今高いよ。え、そうなんですか、ね、はい。いや、この RS、この年代の RS はとんでもなく高い。本当に2,3,000万じゃ買えないよ今。え、ね、そうです。え、2,3,000万じゃ買えないよ。海外だとその金額ぐらいにいってるものもあります。やばけた。これいつ買ったの。去年の年末に。え、高い時に。ちょっと待って、やっぱりなんかなんか違うルート持ってるんですよ。あの何やってる方なんですか。自営で仕事やってます。どんな仕事してるの。車関係です。僕車大好きなんで、あの車の、まあ平たく言うとコンサルティングってちょっとぼやっとするんですけど。怪しいんだよね。コンサルティングって怪しいよね。コンサルもっと具体的に言ってよ。車の、この車欲しいんだけど、買いたいんだけど、売りたいんだけどみたいな相談が日々、特殊な車、スーパーカーとか、希少車の車の話が来るので、それを僕は結構そのマッチングさせたりとか、言ってることは意味わかんないんだけど。マッチング業。そうです、マッチング業。ジミア業ですかね。悪徳ブローカーですね。昔の。ね、いや、どうも、代理店ですよね。まあ、そうですね。ということはじゃあ、だから顔はね、ヤマケンさんは広いんですよ。あと多分ね、実は人柄がいいと思う。ああ、そうですよね。人柄が良くなかったら、みんな何千万の車はお願いしないから。まあ、そうだよね、うん。これはなかなか見ないよ、この RS は。去年の12月に買って、はい、おいくらで買ったんですか。金額言えないでしょ。金額そうですね、まあ、友人からあの相場よりかちょっと安く言うので、まあ、だけどさ、これは玉がないよね。はい、ですよね。 GT ってどういう特徴があるんですか。290台限定なんですけども、はい、世界であのいわゆる964普通のカレラ RS っていうのは2000台ぐらいあるんです、はい、それが、普通のカレラ2に対して、はい、まあ、120キロ軽量したっていうモデルなんですけども、また軽いやつ、はい、さらにそれを軽量したモデルなんで、ボディとか見た目は、カップカーと同じです。エンジンとかは RS と同じっていう、うん、中に、はい、ロールバーがね、バーが入ってますけども、はい、これ最初から。そうです、最初からこの状態で、シートも最初からこのまんまです。あの RS だともっと普通のシートなんですけども、うん、この NGT ってやつになるとロールバーとシートとかが全部変わってる。ホイールは、ホイールはこれオリジナルではないです。オリジナルも持ってるんですけども、うん、手に入れたんですけど、もったいないから、ちょっとはい、最近手に入って、うん、そこからまだ変えてないんですけど、変えることもないよね。まあ一旦これのまま乗ると思います。ホイールだけでも結構な金額したんで、これをさ見れることが幸せだよ。いや、本当。いや、僕実はこれどこで見つけたの。まあ、友人が持ってて、それをずっと手放すときは声かけてくださいって言ってたら、本当に声かけてくださって。でも実はですね、この車の普通のノーマルのやつ、うん、はい、昔三つ葉で買ってるんですよ。うん、あ、そう。1000万ぐらいで買ったのかな。100万円で僕売りました。すごい。本当に友人に。1000万で100万円、ね、いやいや、金の価値が分かってるでしょ。今めっちゃ高い。今ね、多分700、800万ぐらい、ね、そうですね、1000万とかしてますね。だから、うん、失敗したなと思って。いや本当ですよ。あ、だから中はどんがらどんがら、このポルシェの形が一番好きです僕。うん、綺麗だよね。これ一番ポルシェらしいですよね。そうですね。大きさもコンパクトだし、うん、ライトも立ってるでしょ。そうそう。でね、中もシンプルですよね。いや、どんがらだもん。これでもね、これはすごい。変えてますね。これのゴムとか。ああ、そっか。そういうところはね。僕らはね、もう視力劣化してきたんですよ。はいはいはい。ね。そうですね。これはレストはしてますよね。まだでも大型レストはしてないんで、大規模なのは、うん、もしかするともともと状態良かったかもしれないです。いや全然いいよ状態。これ持って帰りたいな。ねえ。いやめっちゃいいよこれ。これいいね。うん、これも最初からついてたんでしょ。そうです、最初からです。もちろんもちろん、ロールゲージは。うわ、すごいですね。もう走るためだけのポルシェ。ね。ってことは結構走り屋さんなんですか。まあ、走るのは好きです。うん、そうだよね。はい、これはもうどこ走らせた。いや、まだ走ってないです。走らせられないですよ。これだったらもったいなくてさ、ね、これは整備はどこで出すんですか。整備は専門店が
ポルシェのこういうクラシックの専門店が、はい、仲いいとこあるのでそこに出します。あ、知り合いなんだ。高い、また高いでしょう、出すと。まあそうですね、高いんですけど、まあ、そこはあるは、まあ、他と比べたら安い。知り合いだからね。まあそうですね。このポルシェらしいねデザイン、うん、でこれあれですよね、5ナンバーのわけじゃなかったでしたか。ナンバーは3ナンバーなんですけども、うん、サイズ的には5ナンバーサイズですよね、うん、そうなんですよね、うん、エンジンのあれですよね。そうです、そうです。エンジンが大きいだけでボディサイズは 1.7 なぐらいですね。ないです、 1.6。 そうなんですよ、はい、だから本当に今のカローラとかシビックなんかよりも小さいんですよ。ちっちゃいちっちゃい、確かに全然ちっちゃい。 あれですよね、あのトヨタのちっちゃな、ね、うんうんうん、車と一緒ですよね。これ手に入れてからどれくらい走られました？1000キロぐらいしかまだ走ってないです、まあ、2、3ヶ月なんで。あ、もう、はい、もちょっと今日試乗させていただいちゃおうかなと思ってるんですけど、いいですか？はい、大丈夫です。めちゃくちゃしますよ、ケイちゃん。いや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 、こっちのケイちゃんです、めちゃくちゃするのは。ぜひぜひ、こっちはします。じゃあ乗させていただきます、はい、はい。あ、中はいいな、ね、中ポルシェだ。そうなんだよね。では中、はい、いいね。なんか一見こう見ると普通のポルシェですよね。いや、もちろんそうね。パッと見はね、パッと見はもう普通のポルシェなんだけど、うん、走るとやっぱ彼ら RS だよね。いや、でももうこれも30年前の車ですよ。そう、1992年か。とんでもない金額になってんの今。知らなかった、俺さ。俺どうしよう、自分のポルシェ。ねえ、売らなきゃよかったのに。でもね、俺のポルシェ返してくれましたよ、言えば。今さら返せって言えないでしょ、でしょ、そうなんですよ。さ、こういう古い車だってさ、飛ばすと申し訳なくてさ。そうだね、うん。ちょっと抑え気味にしましょう。そう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 。味があるこの時代のポルシェは。土屋さんの運転がうまい。うまい。よく言われる。よく言われる。それはそう。基本的には古い車じゃないですか。ええ、でね、エンジン後ろやるから前はちょっと置く感じが。うん、ね、そうそうそう。そうですよね。そこがいいの。そう、うんうん、この時代のポルシェは。そうですね。ドライバーがフットブレーキでちゃんとフロントタイヤを潰してあげて、フロントを軸に回るように、うん、この時代のポルシェ。今の時代のポルシェって FR みたいだから。そうですね。何にもしなくてもハンドル綺麗に曲がってる。だからあそこの回る時も、あ、普通の人ではできない、うんうんうん、あの滑らせながら、もう分かってますよね。もっと言ってもらって。いや、もちろんね。ポルシェもすごいんだけども、この車もすごいけど、だから土屋さんの腕ぐらいないと、この車を所有するのは、もったいないっていうか、実力を出せないってあるじゃないですか。だかそういう意味で言うと、やっぱすごいな、土屋さん。いや、多分ですよ。伊達にあれですよね、六本木で遊んでるわけじゃないですね。六本木は関係ない。ただ、ヤマケンさんも、うん、多分この時代のポルシェの味を知ってるんですよ。まあ、それはそうですよね。だから僕らもそうだけど、今の車って本当さっき言ったように、うん、ハンドル切ればフロント荷重で自然に曲がるの。うん、だけど、うん、この時代のポルシェって、フロントがもう接地感が薄いから、うん、浮いちゃうってことですね、うん、ドライバーがフットブレーキでちゃんとフロントタイヤを潰して曲げるっていう、うん、だからそこの多分ね、ヤマケンさんも
そこの味をさ、このポルシェに感じてんだと。どうですか。いや、まさに本当そうですね。あの普通に行っても曲がらないんで、一瞬前に荷重かけてっていう、潰してっていう。前に荷重をかけるって具体的にはどういうことですか。フットブレーキで、だからフットブレーキをかける、そうするとタイヤが潰れるでしょ、ブレーキによって、はい、この潰れた、潰れた接地面積を利用するの、だからポルシェって、この時代のポルシェってタイヤが丸いでしょ、だからハンドル切ってもこの接地面積っていうのはものすごく薄いわけよ、それをドライバーがブレーキによってタイヤを潰して面積を広げて曲げるっていう、この時代のポルシェの魅力。なるほど、まあね、はい、そこはやっぱり一番感じるところですか、はい、そこに前にね、はい、値段は言わない、まあね、値段はどうしても ね、 ね、あとなんか僕あそこでね、できた土屋さんにぶつけてほしかったんだけど、問題起こしてほしかったんだけどね。そういかがでさ、俺らの時代ね、我々の時代ってこのポルシェの音じゃない、そうなのね、今時のポルシェってなんかみんな同じような音するじゃん。そうなの、独特ですよね、そう、独特の音。ケイちゃんどうでした。いや、やっぱね、かっこいいし可愛いよ。可愛い、可愛いもあるよね、小さいしね。そう、うん、本当だ、これは欲しいな、ね、これいいですよ ね、 700万ぐらいだったらね。いや、もう最高最高最高、いや、もう本当にいい経験させていただきました。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。